はい、こんにちは、板垣です。こうやってね、カメラの前でこうやってカメラ目線で喋るのもまた久々な気がしますけども、毎回久々って感じですけども、はい、まあ、たまには更新していこうと。で、今日はですね、横浜にいて、何かというと、カメラの展示会ですね、CP プラスというのが、4年ぶりにリアル開催されたと。コロナ以降ね、そのオンラインでの開催だったものが4年ぶりにということで、非常に大盛況になっておりました。ちょっとね、ブースの数はちょっと前に比べて減ってたりして、イベントとしては、まあ、これからまた、ね、増えていくのかなって感じがしましたけども、人は結構いっぱい集まってて盛り上がりを見せていました。で、今日はね、市川さんと待ち合わせをして、まあ、2人でぐる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 いろんなカメラ用品を見ながらあだこうだ言って、まあ、楽しい時間を過ごしたんですけども、はい。で、近況で言うと、今日は新しいカメラですね、2月の半ばに発売になりましたルミックス S5II Mark II というカメラで撮っています。まあ、あんまり細かい話をしてもあれなんですけども、私その Mark II の前の S5 というのは持っていて、まあ、非常に YouTube 制作、ね、登山とかでも写真も動画も活用してたんですけども、それの Mark II と。何が変わったかと、一番の部分はこのオートフォーカスですね。オートフォーカスの方式が、コントラストAF と増面操作 AF のハイブリッドになったということで、こうやってなんだろうなカメラ任せで、顔にねフォーカスがもうビシバシ合うというのが、S5 Mark II ですね。試しにこうやって隠して顔を隠して、こうした時に、まあ、すぐ顔に来ると。この速度についてはカスタムでもっと速くすることもできるんですけどもね、よりピントが変わっても、まあ、すぐ顔に戻ってくるというのが、S5 Mark II のいいところでございます。まあ、これ自撮り、まあ、もちろんなんですけども、ね、なんか人を撮るときとかに非常に良くなるのかな。うん、まあ、あと写真とかでもこう向こうから子供が走ってくるときを撮りたい場合でも、ピントがガチガチ合ってくれて、まあ、いい写真が多く残せるのかなというところで、非常にこれから期待して使っていきたいと思っています。こんな感じですね。で、申し訳ないのはあれですね、剣岳の続編、パート1パート2までしか出してなくて、もう去年の10月の話なんでいい加減って感じなんですけども、ちょっとね最近忙しくてですね、その仕事はあんまり忙しくないんですけど、その他の部分で、うん、忙しいところがあって、なかなか手がつけられない、感じだったので、まあ、3月以降ね、だいぶなんだろう、こうやることも整理されて、動画にも、迎えるかなという感じがしますので、必ず、完結編まで剣だけアップしたいとは思っていますので、そこはすいません、もう少しお待ちいただければと思います。はい。で、何をしていたかというとですね、まず小学校の、PTA の広報の仕事というのがあってまあそれ、ね、今年去年か、小学校上がって、まあ、1年目ということで、もう最初にそういうのはね、やっといた方がいいなということで、志願してやったんですけども、それの、制作活動が、まあ、2月いっぱいぐらいで、まあ、一段落するので、うん、それがかなり大きいかな。うん、それが、終わるとこう編集とかにも時間を割いていけるかなってところはあります。はい。あとはですね、この間の1月の話なんですけども、父親ね、実の父親なんですけども、ちょっと倒れてですね、はい、自宅でなんですけども、いわゆるあれですね、血栓がここにできるというやつで倒れてですね、まだ病院に入院したままだという感じです。で、そのなんだろうな、経過もまあはっきり言ってコロナで、今病院ってコロナ患者じゃなくても面会ができないという状態なんで、ちょっとはっきり言ってよくわからない
まあもちろん病状みたいのはね、看護師さん通して聞けるんですけども、まあでもまあとりあえずそのなんだろうな命の問題であったりとかいうのところは今は大丈夫なので、まあこれからどういうふうに、やっていくのかっていうのはちょっと時間がかかりそうな気がしていますけども、まあそういうねやっぱり私ももうそろそろ44歳になってしまいまして、そういう変化がねそういうジャンルの変化が出てくる年でもありますんで、はい、まあ別になんだろう急になんかもう YouTube できませんとかそういうことになるわけではないのであれなんですけども、まあ、とにかくその今年入ってから、なんだろうな仕事以外の部分 YouTube 以外の部分がバタバタしていてなかなかその動画が手につかなかったっていうのが正直なところですね、はい、ただ、前向きなところで言っていくとこの間もですね、神田南口登山部で、登山をして、まあ、あの1個前の動画ね、トーク動画は上げてて、まあ、山参考自体の動画はジンさんが上げてくれるかなというところですけども、はい、その時に3人でいろいろ話をしてね、今年はちょっとまあコロナも本格的に明けたというか、まあ、制約がない中でできそうだしというところで、3人でもう一回ちょっと、仕切り直して活動をね、まあ、山に行けなかったとしてもという活動をいろいろ増やせればなということを話していて、できればできればっていう言い方をするとあれだけど私の、願いとしては意気込みとしては神奈南口登山部の YouTube チャンネル作ってもいいかなと思っています。はい、でそこで、ライブ配信であったりまあその他活動の動画おのおののチャンネル以外でも神奈南口登山部用の動画というのを作ってあ、げるのもいいのかなと思っています。はい、逆にだからこっちの板垣 TV でねそんなに登山を登山しなくてもいいのかなと、とかそういういろいろ計画はいろいろあったりして、やっていこうかなと思っています。はい、私自身としてはですねそう、まあ、ツイッターではポロポロねこぼしてますけど、はい、とうとう釣りの世界に足を踏み入れてしまって最初はそのなんだろうな釣り堀でちっちゃい魚を釣ってるだけで楽しかったんですけどもうやっぱりあのドアを開けてしまった以上はもうね止まらないわけなんですよ私の場合は。はい、最初はねあの釣り具屋さんとか行ってもそのいろんもう釣り具って本当にいろんなジャンルがあってこれって何に使うんだろうって全く分からなかったんですけど今はですね釣り具屋さんに行ってある程度もうこれはこういうのだよねこれはこういうのだよねって説明できるぐらい説明っていうかね分かるぐらいにはなってきてしまっていてただそのジャンルがあまりに多くてやりたいものも非常に多いのでどっから手をつけようかなってところですけども、今度ね3月1日から一応その渓流のね、魚も解禁になるのでちょっとど素人ながらちょっと川山に行って釣り竿も持っていこうかなとかねそういうことを、目論んでいます。はい、こんな感じですかね。あんまり山っていう風にこだわるとこの板垣 TV もね更新が滞ることが多いので、まあ、剣岳の編集はしつつ、ね、サブチャンネルもまあ一応やってましたけど、もうちょっとこうこっちのねチャンネルでも、更新頻度を増やせるようにと、まあ、いつものやつです。年に1回ぐらいこういう意気込み動画を出してますけども、そういう感じでやっていきたいなと思っています。そうだね。はい、とりあえず今度来週ぐらいにはまた市川さんとかと打ち合わせをしてね、いろんなことが動き出していければいいなと思っています。はい、まあ、新しいカメラもどんどん使って行こうかなという感じです。はい、久々になんか、お話できてよかった気がしますね。なんでしょうかこれは、そうですね。はい、というわけで、パシフィコ横浜周辺からお送りしました。それでは。